ちなみにですね、サラサクリップのヴィンテージカラーについてはこんな感じの色のラインナップになっていまして、皆さんこんにちは、ビーンスケです。今回紹介するのは2020年3月の9日に発売しました、サラサグランドのヴィンテージカラーを紹介していきたいと思います。お値段が1000円プラス消費税となっておりまして、今現在サラサクリップのヴィンテージカラーが全10色あるんですが、こちらのサラサグランドのヴィンテージカラーはですね、ペン軸の色がそれぞれのインクの色の中身となっています。ちなみに画像はこちらですね。裏面がですね、こんな感じで書いてありまして、特徴が3つございまして、鮮やかで濃いインク色、サラサラとした書き味、便利なバインダーグリップということで、水性顔料インクの耐水性、耐光性に優れたペンとなっています。ちなみに返し印はですね、ゼブラの JF0.5 芯をご使用ください。同じ売り場に売っていたんですが、表紙がですね、こんな感じで、こちらがゼブラのホームページなんですけども、ヴィンテージカラーはですね、0.5 のみの販売となっております。会心の 0.3、0.4、0.7、1.0 については、0.5 と互換性はあるんですが、色がですね、黒、赤、青、ブルーブラックのみですので、ご注意ください。それでは中身を見ていきたいと思います。はい、外観はこんな感じになっています。全体的に金属製となっていますので、非常に高級感はあります。ただグリップはなくてですね、人によっては少し滑りやすく感じるかもしれません。バインダーグリップがついていまして、サラサグランドでここが一番気になる点なんですが、慣れてないとクリップがですね、指に刺さります。下がノーマルタイプのサラサクリップなんですが、横に並べてみますと、クリップの位置が違うことがわかるかと思います。グランドについては引っかかる可能性があるんですが、ノーマルタイプのサラサクリップについてはそれほど気になりません。続いて会心を見ていきます。通常のサラサクリップと互換性がございますので、中身だけ入れ替えて、使うこともできます。ということでサラサグランドのヴィンテージカラーも10種類あるんですが、あえてですね、地味なブラックなどを買っておいて、中身の芯だけ変えるってこともできるかと思います。それではノートを使って書いていきたいと思います。インクの色はブルーグレーのものを購入しました。はい、こんな感じで書くことができました。ちなみにですね、サラサクリップのヴィンテージカラーについてはこんな感じの色のラインナップになっていまして、今回購入した色がブルーグレーなんですが、その他にもですね、こんな感じのヴィンテージカラーインクがございますので、お好きなカラーを選ばれるとよろしいかと思います。個人的にブルーグレーと迷った色がですね、ダークブルー、ダークグレー、それからブラウングレーですね、この3色とどれを選ぶか迷いました。シンプルなカラーの黒、赤、青などと比べまして、ノートやメモを書いてるときですね、色の個性が出ますので、万年筆を使ってるような気分を少し味わうことができるかと思います。はい、ということでこの動画は以上になります。ゼブラのサラサグランドのヴィンテージカラーが登場したので購入してみたんですが、インクの色とペン軸の色を合わせたい方はおすすめのペンとなっています。ノーマルタイプのサラサグランドの中身のインクをヴィンテージカラーなどに変更して使うこともできるかと思いますので、様々な使い方が想定されます。ちなみにヴィンテージカラーのダークブルーとブルーブラックについて同じ色ですのでご注意ください。またですね、サラサグランドの返しについてまとめた動画ですとか、サラサクリップの全色をレビューした動画もございますので、概要欄にリンクを貼っておきますので、興味がある方はご覧になってみてください。それではこの動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。